7月5日日曜日、小泉進次郎大臣政務官が南伊勢町を視察されました。小泉政務官は最初に伊勢マグロで知られるブルーフィン三重を視察されました。ブルーフィン三重ではマグロの養殖と設備について職員から説明が行われると、気になる点について質問や感想をおっしゃる場面がありました。また伊勢マグロを実際に召し上がり、油の乗り方や風味の良さに驚かれていました。この赤身本当に美味しいですね。赤身大好きだな。漁協関係者との意見交換も行われました。もう国やんない方がいい、民間主導でね、それを後押しするのが行政と国ですから。油の過剰保留いただきたいな。今までね、それでやってきてね、なかなかうまくいかなかったんですよね。これ油じゃなくて、どこに出荷されるのか、地域の方、あ、じゃあ東京や首都圏の消費者のところに。地元は神奈川県の横須賀三浦半島、そこにはね、マツワのサバっていう、小泉政務官はマグロ養殖を行う生けすを見学され、マグロへの給餌、マグロ釣り上げの作業を体験されていました。熱心に現場の担当者から説明を聞き、マグロの養殖について詳しくご覧になられました。もうあれだ、今ショック受けたの。すごい。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。こんにちは。小泉政務官は次に南伊勢町船越にある南伊勢高校を視察されました。高校生がビジネスを通じて地域活性化を進めるソーシャルビジネスプロジェクト、略して SBP の活動についてご覧になりました。仕事がないから、そうだよね。女性が安定して働けて、働き方も柔軟で、そういった場所を作れるかなっていうのはね、全国の課題なんだよね。SBP の活動について、南伊勢高校3年の桂芳乃さんがプレゼンテーションを行ったほか、タイミン焼き作りと試食も行われ、小泉政務官と高校生は交流を深めていました。この真ん中に。この味？はい。これいいの？で、こっちは？で？はい。ごめんね。このもん。私がこの町で好きなのは地域の人たちの温かさです。例えば学校から帰ってくる時とかに、お帰りって歩いとるだけで言われたり、そのちっちゃい時から。小泉政務官は SBP に携わる高校生と様々な話や意見交換を行い、SBP が地方創生において大きな役割を持つことに期待されていました。今日は参加をしていただいている岸川先生からも、はい、今日なんかやり取りを聞いてて、はい、僕はもう早速すごい感動したんですよ。こんなに中身のある、しかも本音で、すごくそれぞれの思いが溢れてて、今までの視察先の中でもね、もういろんな高校進学行ってますけど、胸を打たれましたね。ありがとうございます。僕は恋人と行ったらこう、これじゃあ好きな人と行くと結ばれるみたいな。そうですね。そういうところ、はい、展望台関係の人も恋人の選手に認定されました。あ、本当ですか。はい、あ、そういうの盛り上げたらいいですよね。これ横になったハートに。本当だ。それでハートに。でもこれってここまで車で行けるの？行けます。地域の一人一人の活力を生かすことが一番大事だということを高校生たちから改めて再認識をさせられた、そんなエピソードだったように僕は思いました。